おはようございます。キンゴちゃん、こっちおいで、皆さんに挨拶しなさい。こっちおいで。おはようございます。いいところ、おはようございます。おはよう、おはようございます。おはようございます。はい、あちゃ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 あちゃ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 、おはようってやつ、皆さん、ね、今日もよしよしから始まります。おいで、こっちおいで、こっち来んな、こっちおいで、おいでおいで、皆さんよしよしと見せて、あちゃ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 、はい、来なさい来なさい、あちゃ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 、あ、リコちゃんです、お利口です、あちゃ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 、こっちこっちこっち見てごらん、こっち、あちゃ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 、おはようございます。ね、ちゃ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 、しつこくよしよししてますね、しつこいですよって言いなさい。おいで、おいで、よしよしよ、よしよしよ、よしよしよ、おはよう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 、ね、いっぱい動かしてるときは喜ぶね、ね、アリコね、ね、あ、電話、ちょっと待ってね、おいで、もうちょっとおいで。よいしょ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 、勝手に僕を動かしてますとね、はい、こんなよしよしよ、よしよし、よち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 、今日も僕をよちよちして頑張ってねってね、ね、ね。僕らも映してって。だいぶ近くなりましたね。大きいから怖がっていたんですけどね。よかったですね。あんだけ近づいたらいいですね。上にいますからね。はい、終わります。6月26日、8時12分、今日はちょっと早いですね。雨が降ってもろもろやることが少なかったですね。国道267号線指定市街地方向、
橋間地区へと入っていきます。さあ頑張っていこうかね、うんちゃんね、りーちゃん。219号線、左折八代、右折が宮崎鹿児島です。九州自動車道路、そして志摩スマートインターチェンジ、
で指定し一緒の公園、左手は錦町西10地区です。左折して近道して10地区へと入っていきます。通りの少ないところですけどね、もう少し明るくしてほしいですね。お母ちゃん、
マル地区から U ターンしていきます。八代右折は湯の前方、直進は大正おこが。何をうちゃん兄ちゃん、はいはいはい、
しょ。
島地区へと入ります。正面は今川鉄道一部駅です。梨川を渡って左折、今川を渡って木の枝馬場地区岩城方向、前方は馬場地区、直進で岩城地区です。マスクしてお客さんのところに入ります。よいしょ。岩城地区、そして県道33号線です。突き当たりは木の枝岩城地区じゃなかった、木の枝各位地区です。右手上は木の枝小学校、佐古地区移動しています。そして木の枝野間地区、山下地区です。
山下地区から移動しますね。えうーちゃんりーちゃん頑張っていくぞ。伸ばしますと奥の方はゆるぎ地区、右斜め前方木の枝東海市、東方地区内へと入ります。東方地区から原田川地区へと変わります。
天気。国道を渡ります。右折規定し左折が家の前。右手昭和地区、左手は下原地区です。正面に白川だけが見えるところです。右手奥の方はビュー地区、正面奥の方は境地区。
よ。ふーちゃんもりーちゃんも元気。正面は一部小学校、日向春地区です。右手は図書館、正面は体育センター、
町内グランド、ぐるっと回ってにゃんこのね錦町役場です。今日は土曜日でお休みですね。お疲れさんです。平岩地区から移動します。
折しますと錦大橋、左折して国道方先は、原田川地区です。一
はいはい。
国道です。
地区へと入ってます。
シモバルチェです。左は地区です。
方地区へと入っています。
ラ上流です、ね、今川の堤防へと入ります。右下は階段状になって球磨川が流れています。ここはガードレールがないからちょっと怖いところですね。まあ草が両サイド生えてますけど崖の、ね、崖になっています。
ないでしょ。平岩地区から移動しています。錦町のほぼ中心部を走る農道、長い農道が3本つないで上がっています。そのうちの2本目途中から入っています。右斜め前方浜川地区、2本目の農道はここで一旦終わります。右折しますと錦大橋、左折しますと国道方向、そして1本目の長井の音、ここ浜川地区から西野村駅前までつながっています。長井の音、町のほぼ中心部を走る農道です。そしてこの農道を軸にして右手が球磨川、左手が球磨川の球磨川鉄道が平行に走ります。そしてこの方角、山の向こう霞んでますから見えませんね。鹿児島伊佐市から薩摩仙台方向です。右斜め前方の方は市街地、西下津地区です。左斜め前方は球磨川鉄道肥後西野村駅です。
雪して氷岩根地区へと入っていきます。渡ります。湯の前左折八代、
白岩地区です。
たって早速地区へと入っていきます。コミュニティセンターへと入ります。
前方一部桐原の地区です。斜め前方ビュー地区、
原地区へと入ります。
Thank you.
交差点。
7号線鹿児島伊佐市方指定市美濃の地区です。町です。